うわーかっこいい、おめでとうございます、ね、何これ。笑いながらこう走ったんですよね、もう涙がね込み上げてくるんですよ。で終わってから僕インタビューで、マスコミのインタビューでずっと受けてる時、僕ずっと泣いてましたからね。やる気元気森脇チャンネルでございます。さあ今回は森脇さんがやってきました、はい、聖火ランナーについてのお話でございます。もうまず見てもらいましょうか。お、早速いきますか。まずはもう見てもらいましょう。もう物を、物を、やはり枚方市は走りたかったですけどね、あの、はい、僕の地元生まれた育ったとこなんで、枚方市走りたかったですけども、まあもうこんなご時世にわがまま言うてるわけがなく、よくやっていただいたということなんで、まず見ていただきたいのはこちらでございます、はい、これはあれ東京2020の今一瞬 見てしまったけど、はい、シャツですね。シャツですね、これを着させていただきました。これ着て走ってましたね、はい、皆さんでかないですか。 M サイズ M サイズで言うたんですけどね、はい、ちょっと大きかったですねそうですよねこれはもうプレゼントというか、というか持って帰りましたね、はい、参加者特典みたいな、はい、これを着て当時と走った、走らせていただきました。でこの袋ももらいましたね。これ、いいじゃないですか、はい、さあ、はい、そしてですよ、メインのこれでございます。メインディッシュと言いますか、はい、もうメインのね、うわかっこええ、めちゃめちゃかっこええじゃないですか。間違いなく現物ですよね。うわかっこええ、これでございますね。何これ、東京2020のエンブレムと五輪のマークが入って、そしてこれ、こっち見てほしい、ちょっと燃えかすがね。えこれってなんかガスかなんか出るんですか、今はもう出れないですよ、出ないですよ、もう一回のあの時だけで、でちゃんと昼間でも明るい中でもこう日が綺麗に見えるという特殊な日みたいで、そうか、確かに昼間にバーベキューとかしたらあれついてんのかなみたいになりますもんね。でこのちょうど炎の大きさとかも完全に計算された、あの日が出るように日の出方なんですね。これ自分がもう出したやつはあの事前購入を言うて、先にまあ購入するお金を納めとくんですよ。あ、もらえるんじゃないですかそれは。もらえないんですよ、購入するんですよでその購入した、事前購入して、でこれをそのままその日に持って帰れる。なるほど、はい、それ聞いちゃっていいんですか。何がおいくらなのか。値段は誤解しといた方がいいと思いますねでもまあ出てたら、値段はちょっと出てたら出しますか。まあまあ僕はあんまり僕の口からと言わないようにしときます。ただもうええ設定でしたね、値段は。ああそうなんですか。高いけども買えるなと。やっぱ高いが高いんですね。買うけど買えるぞと、それ以上はちょっとやめてよねっていう、それはみんなあのランナーの人はみんな言いながら、僕一緒に走ったチームのメンバー何やったかな、約20名ぐらいおられたかな、まあ、そういう平方市ごみがやっぱり、まあ、一緒に1回ですからね、はい、すごい、さあでも大阪府、まあちょっと無観客で、はい、やりましたが、片岡愛之助さんだったりですとかがスタートでしたね。はい、いろんな著名人の方、堺市出身でしたね、愛之助さんね。あ、そうなんですね。堺市出身、ここの出身かまではあれなんですか、はい、まああとは森脇さんと同郷のハイヒールリンゴさんだったりですとか、はい、三枝さんじゃない、文枝さんですね、文枝師匠だったりとか、いろいろそうそうたるメンバーが走っておられて、はい、その中で森脇健児も走ったと。長野オリンピックの時も実は僕走らせてもらったんですけども、はい、大阪城公園をね、あの時、はい、長野オリンピックの時は東京に住んでたんですよ。でまあ忙しくて忙しくて、あの時も確かに光栄でしたし感動しましたし、あれから関西帰ってきて、やっぱり自分の芸能界を振り返るとやっぱりなかなか順風満帆じゃないわけでね、その仕事も右肩上がりっていうわけはないんで、まあ、そうですね、やっぱりレギュラーも全くなくなってどうなるんだっていうのも経験しまして、そっからあの今回の聖火ランナーに選んでいただいたっていうのはね、やっぱり聖火を持って約 200m ですけども、この 200m はすごく自分の中で
重たい2泊でしたね。感無量とはこういうことだなと思いましたね。なるほど。でまあやっぱり大阪府のこのコロナのやっぱり状況も非常に厳しい状況で、開催されるのかされないかっていうところもあったし、スタッフの段取りがすごくスムーズでしてね。へー、あれだって急遽ですよね。急遽場所変わったのも。で僕とこに連絡くんのも前日のもう夕方超えてましたからね。明日何時に来てくださいって。そうなんですか、はい、だから枚方市の中止がまあその前日か前日ぐらいにあって、そこからやから、まあ見事な段取りでしたね。これがやっぱ日本人の勤勉さ真面目さっていうとこかなって。なるほど。だからなんかそんなことを考えながらトーチ持って走ったんですけど、もう涙がね込み上げてくるんですよ。終わってから僕インタビューでずっと泣いてましたからね。感動して。だから結構ね、まあ、いろんな、ね、状況がある中で、みんな他の芸能人の方も結構粛々とやってる中で、うん、森脇さんだけはもう本当に満勤で楽しくやってましたよね。なんかやっぱりあのスタッフが素晴らしいですよ。はい、あのスタッフを間近に見ましたらやっぱりもう感謝しかないですよね。いや僕はでもね、オリンピック、東京オリンピック の、 この目指すアスリートたちがやっぱり、はい、ちょうど2日前あのマラソンの聖火ランナーの2日前に、はい、陸上競技の競歩の丸尾選手っていうのが50キロでオリンピック最後の1枠を取ったんですよね、はい、でその彼は洛南高校陸上競技部なんですよ。オリンピックっていうのは高校時代の監督に言われたのは、インターハイは死ぬほど努力したらいけないとこじゃないと、でもオリンピックは天才が死ぬほど努力をしないといけないとこだと、はい、いう教えが僕らずっとあったから、やっぱオリンピックに出るっていうのは夢の夢のそこの世界ですから、世界に選ばれる人たちやから、 そうですね、そのアスリートたちが人生をかけてるわけで、はい、そこに自分が聖火ランナーという立場で参加させてもらったっていう、しかもすごい完璧な警備、最高の段取りの中でねやらせていただいたっていうのは、まあ、僕もこういう形でオリンピックに参加させてもらったっていうのはもう感無量でしたね。やっぱり今回長野の時もありがたかったけども、東京の時はまた一味も二味もまた思いは違いますよね。なるほど。まあね、オリンピックの開催そのものもいろいろ言われてますけど、そんだけでもしっかり警備して段取りして準備をした中でこの成果ができてるっていうのが、そうですね、まあ、一個なんか弾みになればいいですね。それをまあ僕ね体感させてもらいましたしね、聖火ランナーでやった人が全員すごいいい顔しておられましたね、終わった後。やる前はねものすごく緊張するんですよ、はい、僕も久しぶりに 200m 走るだけやけど、高が200、されど200でしたからね、ものすごく緊張しましたからね。なるほど。緊張しましたね。ほんで聖火を見た時に、あ、これギリシャから来たんだ、日本にね、そうですね、世界中を渡って日本へ来てですから、福島から始まって、はい、うわーって 200m つなごうと思ってねやりましたね。なるほど、まあじゃあね、本当これをね弾みにして、はい、これから楽しみでもありますしね、うん、本当に人生かけてるアスリートの方もいるんで、いるんで、まあまあこのチャンネルではそういうのも応援しながらいければなというところですね、はい。ちなみにそれは視聴者プレゼントしても大丈夫なんですか？何が？当時はこれね、僕はあの長野オリンピックのやつと、はい、東京オリンピックのやつ2つありますからね、はい、これ自分の葬式の時に飾ってね、最後息子にこれで火葬場で火つけてくれ。、はい、なのでちょっとプレゼントは難しそうですね。そういう森さんの死後まで使うということなんで、はい、はい、ありがとうございました。で僕がバーッとこう、ね、煙になって五輪のマークになってシュッと消えてる。あ、これがいったなって思って。オチもついて、はい、ありがとうございます。